こんにちは。ピンクより紫と水色って聞きますよね、最近。がっつりお子さん向けみたいなのと、はい、あともしかしたら大人っぽい子供向けみたいなのと、なんかうまくミックスして準備してるからね。そうですね。この会議を進行している彼女、なんと中学2年生。自らのアイデアで制作したアクセサリーで特許を取得し、小学6年生で会社を立ち上げ、わずか12歳にして会社の社長となりました。親ガチャって言わせないようにしたいですね、世間に。両親の支えがなくても誰でもこう自分のアイデアとか好きなことっていうのを実現させられる環境づくり、会社を作るというか、まあ、事業を一つやったらなんか楽しそうだな。14歳の中学生社長はどのように育てられてきたのか、天才の育て方とは何か、そのルーツに迫ります。水野舞さん、14歳の中学生社長の活動拠点は愛知県名古屋市。早速水野舞さんが作業を行う自宅へお邪魔させていただきました。はい、あ、こんにちは。はじめまして、水野舞です。よろしくお願いします。名刺にもしっかりと取締役社長の文字が書かれていました。早速水野社長の仕事場へ案内してもらいました。になります。今これはですね、マイヤリングを作ってます。お客様にご注文いただいた商品をすべてハンドメイドになるんですけど、自分で作ってます。こちらが舞社長の手掛けるオリジナルアクセサリー、マイヤリング。一見普通のイヤリングに見えますが、実は耳につけないイヤリングなんです。ヘアピンに既製品のチャームを組み合わせた装飾品で、ほとんどイヤリングに見えますね。私が当時小学校5年生ぐらいの時に作ったもので、小学校5年生の時に特許取って、で国内のだったんですけど、で小学校6年生でこの株式会社マイヤリングスという、まあ、マイヤリングをこう販売するっていうところを、まあ、事業として進めるためにそういう会社を設立して、私はそこの今取締役社長とさせていただいております。一体どのようにこの商品を発明したのでしょうか。幼い頃から私工作とかそういうのすごい好きで、物作ったりとかおしゃれとかもすごく好きだったので、母がつけていたピアスにすごく憧れを持ってつけたいなって思ったんですけど、ピアスって穴開けなきゃいけないから、当時小学校1年生ぐらいだったのでつけれないんですよね、やっぱり。私イヤリングつけたんですけど耳痛くなっちゃうんですよ、実はあれ。まあなんかどうしてもでも耳元のそのおしゃれをしたいと思って、で顔周りにつけてるものでこう代わりになりそうなものを探して、ヘアピンと組み合わせようと思ってマイヤリングというものを作りました。幼い頃から絵を描くことやアクセサリーに興味を持っていたという舞社長、部屋の中にもデザインが学べる書籍やカラフルなペンやマスキングテープで溢れていました。このように絵を描くことやデザインに興味を持ったきっかけは幼少期の入退院だといいます。入院中ってやっぱ色がないんですよ、華やかじゃないじゃないですか、病院が華やかなわけがないので、自分が描く世界がこう色鮮やかになっていくっていう風景がすごくいいなと思って、0歳の時に1回手術をして、でその後入退院を繰り返して、4歳の時に移植手術を受けたので、その時ぐらいまでかなと思います。やっぱ手術した後とかは動けないので、食べるっていうのも制限されてるし、唯一制限されてなかったことがやっぱ絵を描くとか。辛い入院生活が続く中、同じ病室の友達から教えてもらった楽しみがマスキングテープや色鉛筆を使ったお絵描きでした。そして4歳の時、母親から肝臓の一部を移植することで病気は治り、その後マイヤリングを発明し、今では社長業も務めるほど元気に成長した舞さん。そして現在は様々な企業からコラボ商品の制作依頼が殺到し、大忙しだといいます。これはね、リノリーさんっていう水道でお洋服とかをそれこそ作られてたりとかしていて、でそこの洋服で使う生地の余ったもの
こういう風になってるのとかもありますし、すごく綺麗で華やかなデザインになりますし、やっぱこう SDGs っていうところもちょっとやりたいなっていうところで、もったいないじゃないですか、こういうのって。だけど素敵なデザインにもなるし、まあ、使い方を変えればいろんなものが作れるのかなと思って。そしてこの日は新たなコラボ商品の打ち合わせがあるという舞社長。こんにちは皆さん。こうやっぱ統一させてあげた方がやりやすいのかなってちょっと思って、ということで、じゃあ10日に皆さんよろしくお願いします。東京でお会いしましょう。またそして後日、グラスビーズを製造する東宝の担当者とコラボ商品の発売に向けて打ち合わせを重ねていました。まあ、これはちょっと熱い気がするんですけど、厚みがもう少しあってもいい子っぽいのかな、わかんないです。プロの方が触ったものが逆に入るみたいな感じじゃないですけど、はいはいはい、うん、大人が顔負けするほどの中学生とは思えない言葉遣いや会話のスキルはどこで磨かれたのでしょうか。コロナで学級閉鎖があった時とかには両親は在宅勤務で仕事してたので、会議とかの内容ちょっと聞いてて面白いなって思いながら、あとは飲み会、母が会社勤めなので、その母 の, この会社の方と一緒にっていうか、そこの飲み会にちょっと参加して、いろんな大人の話を聞いて、意外とそこまで難しい言葉使ってないんだなってちょっと思って大人は何だろう、賢そうとか小学生とかじゃ分からないことを言ってるってイメージがあったんですけど、自分の中でも、まあもう飲み会に一回ね行っちゃったら、もうそれがもうパッと崩れまして。幼い頃の病気を乗り越え社長業に取り組む我が子をどのように見守っているのか、ご両親の思いを尋ねました。入院生活だけでなくて、やっぱりその後の生活の中でも、やはり定期的に通院することも必要ですし、毎日お薬を飲まないといけないっていうのもあって、10年前ですかね、手術したのが。この10年間いろんなことを本人の中で葛藤しながら自分に向き合ってきたと思うんですよね。でそんな中で自分らしさとか自分らしくいるっていうことを、多分私たちが思っている以上に結構悩んでたんだろうなと今思うと思うんです。でそんな中で、その自分が出したアイデアでそれが商品になって、いろんな人が喜んでくれてるっていう、そういうことが自分にもできるっていうことに、どんどんチャレンジをねしたいって本人に思って、でまた自信をつけて自分のことを肯定できるようになったっていうのは、本当にこの10年ずっと横で見てて大変だった時もありますけれども、本当に今笑顔で自信を持って誰かのために頑張ってる姿っていうのは本当に感慨深いなと、うんそして舞社長は幼い頃入退院を経験したことをきっかけに、小児科病棟の子どもたちにマイヤリングを届けるためにクラウドファンディングに挑戦する活動も行っているといいます。まず本当に生きてるだけで素晴らしいことだと思いますけど、なおかつその経験を踏まえて小児病棟にマイヤリングを届ける活動ができたっていう、自分の経験をもとに闘病生活の中で苦しいところにちょっとこう光を与えられるようなことができると、自分の経験からもやっぱり良かったなと思える部分につながるんじゃないかと、なんかそういう活動を自分の意思でできるということは本当に素晴らしいことだと思いますので、どんどん続けてほしいなと思いますね。一般的な中学生とは違い、学校生活と両立しながらも舞社長が自分自身のやりたいことに挑戦できる環境をどのように作ったのか話を聞いてみると、コロナの時にいきなり学校休みになって、で私たちも在宅で過ごすことになって、一回こう幼稚園ぐらいで閉じていたレゴにもう一回ハマり始めて、引っ張り出してレゴ遊びをし始めたんですよね。こういう風にこのパーツを組み立てるとこうなりますっていう図面があるじゃないですか。それ通りに作るわけじゃなくて、2つ3つ4つなんかこういろんなものを全部組み合わせて新しい街を作るんですよね。でその時にすごいその遊びを楽しそうにしている娘を見て、土台をそれだけまた追加でAmazon で買ってあげて応援してあげたりしたっていうのは、すごく今にも生きてるのかなとは思ったりしますね。なんかやりたいって
言ったことを調べてあげて、その没頭できる環境を、チャンスを見つけて、まあ、ちゃんと拾い上げて環境を作るみたいなことをやってたんじゃないかなと思いますね。うん、世の中の多くの人は不安が強くて、一番は学習成績とかこういうものがちゃんとできないと将来が大変だという思いがあるので、そこがうまくいってたら安心っていう親がものすごく多いと思います。集中してこれやれてることがすごいよねって思ってる親っていうのは少ないんじゃないですか。特に私たち日本人が相対的な価値観で動いてるというところがそれを生んでるとは思いますね。まあ、共働きをしていて、夫は週の半分関西にいるので普段2人なんですよね。手術後に本格的に仕事に復帰をして、小学校に上がる時には学童にだから入ってもらわないといけなくて、通ってもらってたんですけど、馴染めなくて楽しそうにしてなかったんですよね。あ、学童に合わないっていうこともあるんだなっていうのをなんか娘を通してなんか思った時に、また違う方法を考えようって、標準って思われることをトライするんですけど、やっぱそこにうまく乗らなかった時にはダメっていうんじゃなくて、じゃあ別の方法を試してみようみたいなことで、本人に合ったものを選択できるっていうことが割とこの今の社会できるし、でこの今回のこのビジネスの話も、まあ、最初に特許の可能性があるかもっていうことで、まあ、ちょっとやってみようと思うっていうのも一つのこう、まあ、成功しても失敗しても、まあ、別にこの機会を持つことが一つのチャレンジだし、世の中でいう9割の人が歩んでいる道じゃなくても、自分たちがいいと思うものを選んでいけるし、もう夫も割とフレキシビリティが高いので、結果的にはそういう子育てになってったんだろうなっていうふうに。両親の温かい思いに支えられながら、自分が作るアクセサリーで一人でも多くの人に笑顔になってほしいと、自分らしくやりたいことに挑戦する舞社長に今後の目標について尋ねました。私実は今まで親ガチャって言われてたんですよ、よく両親には確かにすごく支えられたんですよね。でも私自身のアイデアでこれは進めてきたことだし、特許費用とか商標ってすごくお金かかるんですけど、それを今父に借りてる状態なので、私が将来支払わなきゃいけないんですよね。一番最初に手伝ってくれたのは父なんですけど、それを自分でやっぱりここは解決しなきゃいけないところっていうのは私にもあるので、親ガチャって言わせないようにしたいですね、世間に。それで一つ言うと、両親の支えがなくても誰でもこう自分のアイデアとか好きなことっていうのを実現させられる環境づくりっていうのをまずしていきたいなっていうので、ちょっと難しく思えることを身近に感じてもらって、でそれを他の子どもたちにも実現してもらうっていうのを、こうどんどん私が大人になってもいろんな子どもたちに伝えて、その子どもたちがそれにちょっとでも興味を持って、そういう事業をまた新たに取り組んでくれたら嬉しいなとは思ってます。そして14歳の若き経営者が考える天才とは。オール5じゃなくてオール1に1教科5がある人だと私は思ってて、オール5ってすごいと思うんですよ。何でもできちゃう。だけど何でもできるって実は何でしょう、それほどでもないというか、それよりも自分の好きなことがあったりとか、夢中になれるものがあったりとか、何か一つこう自分で成し遂げたいことがあるとか、それがこう才能とかじゃなくても、自分が興味を持つことがこう一点に集中してる人とかは、やっぱりそのことになったらすごくこう思いがあふれるので、自分の中で私はこれが好きでこういうことをやりたいんですっていうのをはっきり言える人とか、自分の意思で動けたりするっていうのは天才というか、こういう才能を持ってるような方に、まあ、あるこう何でしょう、能力みたいなのはあるんじゃないかなっていうのは私なりには思ってます。